やめ市のやめ中央大佐園で栽培されるやめ茶やめ茶は主に福岡県やめ市筑後市及びやめ郡広川町で生産される日本茶のブランド。やめ茶のティラミス、やめ茶とは福岡県内で作られたお茶のブランド名で生産量は全国6位で全国の日本茶生産量の約3%を占める。栽培はやめ市内を中心に行われ、 周辺地域の筑後市、八女郡広川町、浮橋、浅倉市に広がる。福岡県南部に広がる九州最大の平野筑紫平野は、農産物の栽培上、理想的な気候風土で、特に筑紫平野南部の筑後川流域、安部川流域に、かけて古来よりお茶の栽培が盛んである。筑紫平野南部は、地質的に筑後川と矢部川の、 両河線から運搬された土砂が交互に堆積した柱石平野からなっており、栽培されるお茶は寒能審査において濃く甘みを強く感じるものが多い。霧の発生しやすい土地柄でもあり、茶畑がある、なだらかな山の斜面を霧が多いたい溶を適度に遮ることで茶の旨味成分である網の三類の生成を促進し、古くから 天然の玉露茶として珍重されてきた。茶の生育に関わる気候も、八女地方は、日中の気温が高く夜間は冷え込む、特有の内陸性気候と、年間1600ミ、mm、リメートルから2400ミ、mm、リメートルの、高雨量が、周水の学んだ中国蘇州のレーンは山寺付近の、気候に近く、茶の栽培に適していたとされる。茶栽培面積は1580ヘクタールで、 全国6位となっている。そのうちの約90%は、やめ地域にあり、その他に、うっきは、浅倉、慶築地域で栽培されている。ここ十数年はほぼ横ばいで推移している。福岡県の推奨品種は、やぶきた、金谷緑、奥緑、さえ、緑、山海、茶緑、奥豊か、五香、朝津湯の旧品種であり、導入面積は、 やぶきたが中心で77%、金谷緑4%、奥緑4%、さえ、緑3%、山海2%などである。生産地の特徴として、伝統本玉露の生産量が日本一であり、そのためお茶の平均単価も日本一高い。日本有数の高級茶産地として、全国的に知られている。玉露は、 平成13、平成24年度の全国茶品評会で12年連続の農林水産大臣賞を受賞している。また、平成25年度は農林水産大臣賞は逃したものの、同品評会入賞の玉露が一番多い産地に贈られる産地賞を受賞。平成26年度全国茶品評会では、普通煎茶 4kg 玉露部門で、 農林水産大臣賞を受賞、令和元年度まで、再び受賞を続けている。特に平成19年度は、玉露の部の1位から26位までを独占し、他産地を圧倒した。玉露菜園は、八女市の山間部のなだらかな傾斜産地に多く見られ、特に、八女市黒木町から同志星野村、同志上陽町にかけての中山間地で受賞した、玉露菜園が多く見られる。 茶の栽培法及び喫茶法は、延暦24年に、最長、延暦25年に、空海が、唐から、比叡山に伝えた説と、研究2年に、英才が宋から平戸と、セフリ山に伝えた説などがある。日本の茶業界では、日本文化の真骨頂といえる、茶禅一味、千里宮につながっていく系譜から、日本に、茶と禅と伝えた英才を、日本茶の祖としている。 やめ茶の発祥は、明から帰国した栄林、周水善治が、大米30年に、黒木町の令和寺を建立するとともに、民式茶の栽培、喫茶法を地元の昭や松尾太郎五郎区源に伝えたのを始まりとしている。その後室町、戦国安土桃山時代と茶は、山間部集落で、細々と生産された。江戸時代中期になると、この地より出荷される。 うぐいす、初花と称する茶が、法暦名和年間を通じて、京阪地方において、カシオ茶として人気を博した。しかし当時は、現在の近代的な菜園や茶畑のような、栽培方法ではなく、種子から育てた山斜面の茶樹を収穫しているに過ぎず、生産量は安定していなかった。特に、江戸時代前期は、茶は贅沢品として、京安お触れ書でも今しめられ、 安定的な生産のためには、金比と言われた星化や油かすのような高窒素肥料を購入しなければならず、それだけの経済的な余裕も農村部には難しかった。しかし後には、換金作物の生産地である農村を貨幣経済化させていく結果を導いていった。江戸時代後期になると、現在の日本緑茶の原型である、宇治式生茶が伝えられ、店舗2年に、 阿賀妻郡山内村の小賀平助が姿政、また、同年、同村の大津勘奈々も、宇治から茶師の吉郎兵衛らを雇い姿政した。この当時の青青煎茶は、特権階級の嗜好品としてで、流通量は極めて少なく、また当地域の商業資本の限界もあり、生産量は伸びなかった。ちなみに、江戸時代は、江戸、京都、大阪を中心とした市場で構成され、 思考品は、上流層のために作られていた。青青煎茶は、江戸の山本貨幣に代表される商人たちにより、宇治から江戸などの大償筆で供給されていた。江戸時代の庶民とお茶江戸時代に入り、日常茶飯事という慣用句に代表されるように、茶は、庶民の間にも広まっていった。が、この当時の民衆の茶は、 文字通り茶色の日本茶で今日のように急須で手軽に入れられるものではなく茶葉を夜間の湯で煮出すことによって成分を抽出する煎じ茶であった。中世以降の日本における茶の服用方法にはこの煎じ茶と茶葉をうつですりつぶしたき茶をお湯で溶いて飲む方法があった。これらの製造方法として湯引きし酸化酵素の働きを止め日光や火で炙り乾燥させる黒と そのまま茶葉をかまでいる、炒め性があった。金星以降に、揉みの工程が入るようになって、青星と呼ばれる、蒸して、札青を行い、ホイロルで揉み上げ走るを外に出し乾燥させる緑茶が誕生した。これにより、急須で出す、現在の日本茶の原型が出来上がり、金星以降主流となっていった。また、青星は、走るや茶エキスを、茶葉の外側に出して揉み上げ、 出汁が出やすくするため、出汁茶とも呼ばれた。福岡県南部の筑後地区では、江戸時代大正初期まで作られていたお茶のほとんどは、日干し茶イコールクロ製やかまいた目製であった。安政3年当時国内唯一の貿易港であった長崎の出島で、長崎商人、大浦慶が、イギリス人貿易商、ウィリアム・オルトと日本茶の取引を開始し、嬉野を中心に、 ヤメを含む九州の茶がアメリカへ輸出されると、当地方の茶も貿易品として注目されるようになり、文久三年には、トーマス・ブレイク・グラバーが、長崎にて、畜後茶を米国に輸出する、直接取引を開始した。1861年ジャーリンマセソン商会、長崎代理店としてグラバーが開いた、グラバー商会は、来日当初経営活動の中心は、 日本茶の輸出であり、アヘン戦争で疲弊した、新国の貿易大大地として、茶や和紙等といったアジア的な商材輸出を中心に行っていた。やめ福島地区の商家に和紙を買い付けに来た記録も残っている。それと同時に、安政6年江戸幕府が、函館、新潟、横浜、神戸、長崎を開港すると、日本からアメリカに輸出する緑茶も年々増加傾向をたどり、 当地方でも、緑茶の製品化を目指した取り組みが行われるようになった。それにより、八女地方東部の山々には、至るところに茶樹が見られるようになった。しかしこの時期も、茶の栽培は、近代的な菜園という形ではなく、茶樹を山に植えているだけの素方なものであったため、茶葉の生産も、栽培というより、むしろ採取の形で行われていた。製造技術も、 旧来からの未熟なホイロや天日干しを利用した黒製法や釜入り製法で行われ、特に輸出を急ぐあまり日光乾燥や日陰干しの際に十分乾燥されないまま出荷された黒製茶は色や香りが悪いため輸入国のアメリカでは大きな問題となっていった。明治に入ると大和軍でも清水寺の住職殿北流圏が茶酒を要請し、 青製煎茶製法の転換を目指したが、それでも生産量は伸びなかった。そしてついに明治20年アメリカは粗悪茶輸入禁止条例を出し、明治政府は各地で茶の取り締まりを強化した。当地方の茶も多くの地方の雑茶と共に輸出から脱落していった。紅茶の省令しかし一方で、当時イギリスで急激に輸入量の増加していた紅茶が、 明治政府の外貨獲得政策で注目され、八女地方でも欧米路向けに紅茶の生産が伸び始めた。このことにより、当地方での無視勢力茶への転換は一時沈静化した。明治6年県の指導で、大津勘奈が初めて紅茶の生産を行った。八女軍内における紅茶製造の奨励は対象年間まで行われ、この間の当地方の茶業は、 紅茶氏の家具を呈したほどであったという。大正時代に入り、欧州諸国の植民地で、プランテーション農業とアッサム種での栽培による、高品質で安価な紅茶が大規模に流通されるようになると、それは国際市場を席巻し、日本国内の紅茶輸出はユーラシア大陸に向けられることになる。しかし結果として、世界最大の紅茶消費国であるイギリスが、 紅茶生産に踏み切ることと紅茶を飲む習慣のなかった日本がその思考を生産に反映させることができなかったことは次第に衰退を招く要因になっていった。輸出商品としての日本の茶は世界市場の動向を受け内需型商品として再び国内市場へ向け生産されていくことになる。緑茶の改良やめ地方でも国内市場向けに生産を行うようになり当時 かまいため茶よりも人気のあった虫勢力茶に再び注目が集まった。その当時、全国の茶市場を席巻していた静岡製を手本にするべく、静岡から義手を迎え、静岡製煎茶の練習を行い、菜園管理を徹底し、全面的に虫製手もみへの転換を行っていった。この製茶方法の転換の成功を機に、大正初期ヤメ軍西部の丘陵地帯に植えられていた。 ハゼの生産が電球の発明により衰退してきていたことで、ハゼの代わりにサエンが造成され始めた。この西部ハゼ地帯におけるサエンの造成が、旧来のサエンである東武山間地帯の茶の転換時を同じくしたことは、東地方の茶業を発展させる最大の後期となった。ヤメ茶ブランドの成立対象十四年には、ヤメ郡福島町で行われた物産協進会。 茶の全国品評会の部の席で、当時の福岡県茶業組合理事長、小野美久吉は、釜入り製や虫製の茶が混在し、筑合茶、笠原茶、星野茶、など、複数の地域名で呼ばれていた、群産茶を改良された高品質の虫製緑茶から、やめ茶と統一するよう、組合員に提唱し、それは、満場一致で可決された。以後、やめ茶は、 特産品として生産と流通の両面で拡大が図られてゆき、今日、日本有数の高級茶として全国的に知られるようになった。他やみ地域の生産、流通団体調査資料をもとに作成しているが、現時点で網羅はしていない。ありがとうございます。